な学びでございます。この度は生活改善指導ですね、体験記第3弾ということで、なんとミスママの編集長さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ヨンチのママですよ。そんなことでね、ダイエット何キロしたんだっけ。半年でマイナス10キロ、その後まなみさんに出会って1年でマイナス17キロしました。それぐらい一人分でしょ。今回はね、ミセコさんが独創化の生活改善指導を受けて、どんな悩みでね、ここに来て、そしてどんな結果を得て、何を手に入れて、最後ね、自分がどう変わったかっていうところをですね、対談形式でね、インタビューさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では早速ですね、ペショコさんに生活改善指導に入ったきっかけと、どんな悩みを抱えてきたのかというところですね、お伺いしていきたいと思います。きっかけは、私がダイエットアカウントをしていて、それでご縁をいただいて、ミセスレジェンドユニバーサルというお母さんたちが美を競う大会に出ることを決めたんですね。その時点で今より5、6キロ太っていて、そのままじゃヤバいっていうので、実際におかんのところですでに10キロ出して経験のある男性の方が紹介してもらって、それで繋いでもらったっていう感じです。忘れないのはですね、私とね、最初お茶した日にね、普通私の目の前でね、甘いチャイラテを飲むなんてしてますね。堂々とチャイラテ飲んでて、最初からこの人やる気あるのかなと思ったのが実はね、最初の印象でした。で、実際ペシコさん、生活改善指導入っていた期間で何月から何月でしたっけ。6月の初めから、あとは7月の末まで、だから2ヶ月間お願いしていました。申し込むのが中途半端な時期だったので、いいよいいよとか言って、5月の末のなんか3日ぐらいはちょっと多めに見ていただきました、うん、多めに見ないと大体マジで間に合わないと思うんですよ。今まで私ね、7年間自分がボディメイクのコンテストに出てきていて、この他ねボディメイクだけでなくて、ミセスコのフィーチありのねコンテストの選手も結構たくさん見てきたんですけれども、その中でも危機的にヤバいって思って、どう思うの、マジで間に合わないかと。ドレス着れるのかとか、ヒール履けるのかとか含めて間に合わないと思って、少し前倒して始めないと、私これ60日間のお金預かっちゃってるから、緊張感走るような、ね、生活家で指導をね始めることになりということで、じゃあ実際悩みってどんなことを考えてましたか。悩みはもうその時点で半年で10キロ痩せは達成していて、ある程度ダイエット成功しましたっていう形で発信をしていたんだけれども、お腹とか二の腕がもう全然ぷよぷよで、何をやっても痩せない状態だったし、あとはお腹が常に冷えてた、むくみやすかったりとかっていうのがあったので、本当に 100% の自信を持ってダイエットアカウントで発信することができないっていうのと、まあ痩せたは痩せたんだけど、本当にダイエット私やってますって自信持てるような体では正直なかったっていうのが、まあ、お悩みですよね。一般の人からしたら正直言ってマイナス10キロ痩せてること自体に本当にすごいんですよ。その時点でフォロワーだと何万人いたんだっけ。7万人ぐらいいました。今何万人だっけ。今が9万人いや恐ろしいよ。で実際ね、生活改善指導で私からねどんな指示があったとかね、あと特に印象に残ってるこうやったことっていうのをちょっとお話ししてもらえたらと思います。まずはその日の朝に体のラインとか体重の減り方を見て、食べていいものとか、うん、その日やることとかっていうのをメニューをいただくんですね。水を3リットルか4リットル、うん、とにかく飲みなさい、うん、でおしっこの回数を教えてくださいって言って、それがどういうことなのかっていうのはなんとなくもう半分分かってるのか分かんないような状態で始まります。ペシコさんの場合は改善指導始まる前に直接お会いしていたので、かなり水気が多い水体の体質、これ東洋医学の話になりますけれども、うん、とにかく巡りを良くする、私みたいに虚弱体質型ってそれダメなんですね。いろんなその体質別に当て込んではいくんですけれども、ペシェコさんの場合はまずは悪いものを全て出していくっていうところで、特にこのペシェコさんのインスタの中でね、ペシェコの炭汁を感じる、自分でブーム巻き起こしてるんですけど体調を非常に細かく朝礼の時に報告をくれていたので、じゃあそれに合わせてこれしようあれしようっていうのを一人一人個別にねこんな感じでアドバイスをするっていうのが流れになります。そのほか運動の面だと何しましたっけ。とにかく1日2万歩歩けって言われて、4時間ぐらい歩かないと2万歩っていかないと思うんですよ。でも歩こうとする姿勢は見せたけど、本当に現実的に時間が作れなくて無理で、うん、今日は8000歩でした、今日は5000歩でしたっていう報告ばっかり続けてました。で途中からおかんから、子供がいるから歩けないの分かる、じゃあ朝歩いてみろとか、じゃあ旅行行ったなら砂浜歩いてみろとか、その場その場でまとめてくださるので、朝子供たちが寝静まってる時に5時とかに起きて1時間だけ歩くっていう、始めてから本当に体重が落ちるようになった。ぶっちゃけこのインスタのね、歩きましたみたいな感じで撮って家に帰るみたいな時もあったりしてこれね、あるあるだと思うんですよ。初めて朝1時間歩いてっていう習慣が手に入ったっていうのがすごい感動的で、朝の散歩はすごく良かった。今まで続けてるんですか。朝散歩は
が続けてないけど、うん、でも今日はもう1万5000歩歩きました。うん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 、だから5000歩とかじゃ会えないと思って調整してないですからね、うん、あと自宅でね、距離が東京と離れているので、朝のチョレート15分でね、オンライン越しでお家でできる運動っていうのも毎日毎日伝えていくんですけれども、とにかくね、体がね、痒みすぎに硬かった。硬い体をまずしなやかにしていかないと、それこそ巡りが悪くなって、やっぱり人間っていうのは可動域が広ければ広いほど代謝っていうのは上がっていくし、体熱も上がっていく。同じもの食べたとしてもうまく消費できないとか、同じように燃やすことができないっていうのを、そこをねまず改善するために、結構ねお家の中でトレーニングで頑張ってもらいました。大会用のコンテストフィールって14センチのフィールがあるんですけど、うん、黄色入ってきてって言って家の中を歩いて、うん、ウォーキングも私体幹が本当にブレブレだったので、うん、最初は立っていることすら難しいぐらいの状態だったんですけど、一番初めにここで会って体を見てもらって、その後はほぼオンラインでウォーキングの様子もらって、うん、自分でも本当にここまでよく歩けるようになったなっていうぐらいに仕上げてもらいました、うん、オンラインだけど本当に真剣に大切な時間を過ごした。産後ママの方で丸あるなのが、それか体幹、あと骨盤か、うん、よく聞くのはその骨盤周りだとかコアがね、どうしても弱っているっていうところで、うまく歩行ができない。だから体が歪んで余計に腰だとか背中、背骨周り、首が痛いとか、そういった部分をね、こう解決して、ヒールで堂々とステージをね、歩けるところまで行ったり、これすごかったよね。素晴らしい成功体験をさせてもらいました。実際、ペシャコさん、じゃあ、自分がね、60日間で手に入れたものって何だったか教えてもらっていいですか？食に関する知識。体重が増えた時に、慌てずすぐ戻せるっていう自信。あとは、子供たちに食育とか、なんかそういう部分のアイデアもいただけました。おかんに出会った時は、59キロ。大会当日は51キロ。ぶっちゃけて最初の1ヶ月は、ちょっと私は旅行を入れちゃったりとかで、あんまりミーティングとかも身が入っていない状態だったんですね。最後の1ヶ月で、怒涛のごとく体重を落としてもらって、絞ってもらったっていう、なんかそれも本当に成功体験ですね。51キロでこの身長だと、本当にスラッとした体型で、人生で初めてぐらい、本当に自分でもできるっていう体験をできたってことが、私ね、生活監視のメンバーに、外食別にダメじゃないよ、旅行ダメじゃないよって言います。うん、海外、何しかにしたんだっけ？ 1 週間ぐらい行ってました。うん。現地で買えるものを教えてって言って、あのね、リアルに動画とか写真を送ってもらってたんですよ。その中から、まあ、食べていいものとか、あとは、何持ってったっけ？海外旅行中。揮発、炭、重曹、クエン酸、かな？まさに、ペシェコの炭汁ですよ。食べたものを、とにかく出す習慣だけはつけてほしいと思っていて、そこだけはなんとかでやり抜いていただいた。ウォーキングなんだかんだね、海外旅行しながら、ちょいちょい歩いてたしね、かますよね。子供をこう、海で遊ばせながら、もう往復して、うんうんうん、そういうのもありながら、旅行中も結局2キロも太らなかったです。1.5 キロぐらいで収めました。みんなね、旅行あるあるね、好きなものいっぱい食べて飲んでして、すごく太っちゃったどうしよう、だからちょっと生活改善してはなんていう方もいらっしゃいますけれども、その方にちゃんと全国ケアって教えてますからね。では、生活改善指導60日間を終えたペシェコさんがね、手に入れた結果というのをね、お伺いしていきたいと思います。体重マイナス何キロでしたっけ？生活改善指導に入らせていただいた2ヶ月間でマイナス8キロ。イエーイ。マイナス8キロでね、そのステージに立った姿、もうね、みんなすごい感動したし、おそらく私のインスタグラム拝見していただいてる方に関しては、ペシェコさんのステージで、ね、4位のこのプレートを持ってる姿、あ、ということで結果、はい、大会でペシェコさん初出場4位。すごいよ。後から友人知人が撮ったビデオとか見させてもらっても、おかんの生活指導に入らせていただいて、きちんと絞った状態で舞台に立ってよかったなって、本当に後から写真映像を見て思いました。コンテストこのデニムとね、 T シャツの審査とドレスの審査と、とにかく体のラインがめちゃくちゃ出る審査が多かったんですよ。デニムなんて試着しに行った時ね、1着目は入んないなとかね、いろいろ言ってたけど、でも結局一番ねタイトなジーンズとってね、どこのジーンズしたっけ？マウジー。すごくない？高校生ぶりにマウジー。堂々とスタイルを出して、フォーマンスをするっていう最高の結果ですよね。自分の体で実体験したっていう、これは非常に大きな結果だなと思ってます。それで実際順位も獲得して、何大会の切符を手に入れたんですか？マレーシア大会に出場権ゲットしました。マレーシア大会じゃない、世界大会なんですよ、これ。何言ってんの？マレーシア場所だよ。世界大会の切符を手に入れた。こんなね、ミラクルパンチないんですよ、普通。まずは、そもそもね、日本の大会で
初出場で上位入賞する、これがまず一つ見えるわけでしょ、うん、私も世界大会でも正直言って2位か3位までの出場権かなと思ったら4位に行けるっつってね、まあ、12月にマレーシアの大会で出るんでしょ、ちょっと今迷ってるんですけど、うん、まあ、これは皆さん、ゆずこさんのインスタグラムで出るんだか出ないんだかっていうのは交互期待とか、ぜひこのままご視聴いただければと思います。実際ね、ご自身が体もそうだし心の部分、そしてその発信力だとかもね、かなり変わったんじゃないかなと思います、うん、何よりもどうですか、家族って変わりました？それまでは子供たちを送り出してから地道にトレーニングをしたりとか、ダイエットのトレーニング動画を撮ったりとかしていて、家族の見えないところでやっていたんですよ。もうおかんの朝のミーティングで、土曜日にもオンラインフラミンゴっていう全体のズームのトレーニングが1時間ちょっとあって、そういうのにも家族の前でちょっとおかんの出るからって感じで出るようにして、あ、なんかお母さんがなんかやってるっていうので、子供たちもそういうオンラインフラミンゴのズームトレーニングに参加するようになったりとか、杉次郎飲んでる次男なんかが今年長さんで、何それ痩せるの、ダイエットの先生が痩せるって言ってたよ、たら一時期クエン酸重曹水も一緒に飲んでて、うん、今もやっぱりマックとか家族で行く時あるんだけど、うん、太るから僕はシェイクだけ。すごいね。大人になっても得られない、うん、そういう体のためにこれをやるっていう知識が、まあ、お母さんが近くでやってるってことで子供たちにも与えられたなと思って、それはすごく大きな変化で本当にありがたい。うんうん、目の前のね、お母さん、ゆずこさん自身が頑張ってるっていうのをね、うん、やっぱり目の当たりにする、これやっぱ家族を、ね、丸ごと変えられるきっかけになるなって思っていて、うん、私はこの生活改善指導というのを通して、やっぱこう自分だけでなく、周りをも変えていくっていうのをテーマにね、活動していますけれども、人はいつからでも、どこからでも変わります。それを実証してくれたのがピシャコさんですし、何よりもピシャコさんの皆さん、インスタグラム見てください。今でも自分がやっているね、こう、家庭努力っていうのを、なんか分かりやすくというよりね、本当の気持ちをね、インスタグラムにぶつけてるっていうのをすごいな、私は感じていて、こういった履いてるね、ダイエットのフィットソール、ピンク色のやつね、こういうのも一生懸命履いて、ダイエット頑張り続けるっていうね、意欲だとか、燃焼する火をね、絶やさないように頑張ってるわけですよ。食べるもの、そして運動すること、休養すること、寝ること、これでね、人間本来のね、機能だとか役割、そういったものを取り戻すっていうところでもね、生活改善指導っていうのは自分たちだけではなくてね、やっぱり今不調で困ってる女性たち、女子たちにも伝えていきたいレースだなと思っております。ということでね、ピシャコさんにはちょっと長い時間ご協力いただきましたけれども、37歳、4児のママ、いつからでもどっかでも輝ける、同じ同世代の女性の皆さん、そしてたくさんね、子だくさんを抱えてる女性の皆さん、ピシャコさんのインスタグラム、フォローしてください、ぜひ。時間がない中でもね、いろいろやり抜く力、子育てだけじゃない、仕事だって本気で妥協なく、無理なく頑張ってます。その頑張る力、ぜひピシャコさんインスタグラムを見て、皆さん、勇気づけてもらってください。ということで、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとう。ありがとう。